20年前、まさしく伝説的存在だったダボン。おはよう、おはよう。いやいや、眠いよ。行こう行こう。20年前、待ち合わせた場所に遅刻した彼はカメラに向かって眠いと口にした。ヒップホップに忙殺される毎日、ラップを作り、レコーディング、そしてライブ、シーンの先頭を疾走していた。やす、調子はどうだい？聞いてる兄弟、この声とフローダイカースパースプロッカー、俺がイニシャル TTT からお手順 APO ゾン G2 つきベベリューハー。あー、いくぞ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 、 It's OK。 リューハー20、今回はヒップホップレジェンドダボの時間を巻き戻そう。瞬間風速的に、あ、絶対俺今日本一のラッパーだわで、俺何度も思ったことあるんですよ。デルジャルの一番求められているのは俺だわで、その気持ちよさも、プレッシャーも自分は体験してきたので。世界ナンバーワンのヒップホップレーベルデフジャムの日本支社が設立。ダボに第1号契約アーティストとして白羽の矢が立った。当時ダボはこう語っていた。やるじゃんデフジャムジャパンとなかなか目のつけどころがいいねと。俺に目つけたのはいいけど、他にはどんな人に声かけてんの？変な人に声かけてたら俺やだって言って。若いし、あの、思いっきり調子こいたんで。強気の発言で自らを奮い立たせていた。配信で出ましたもんね。クラブでかかってます、かかってます、かかってます、ね、アルバムドーン、話題騒然。ああ、やっぱりダボホットだよって言ってるうちに、こうセカンドシングルをスパーンと切ってですね。あ、夢叶う時ってあるんだ、人生やばって感じで、あの、打ち上げになった時ですね。夢は叶ったが、今まで感じたことのないプレッシャー。そんな中、デフジャム初の EP 拍手喝采、立て続けにファーストアルバムプラチナムタングをリリースした。そして当時としては驚異的なセールス。あの、アメリカのやつが最先端で着てる服を絶対俺も着ていてとか、あいつらが2本チェーンしてたら俺も2本、めちゃくちゃマテリアリスティックなんて、物質主義の自分を演じたし、自分もそこの演じた自分の中に入っていってたし。ダボは US ヒップホップの最先端と日本語ラップをつなぐアイコン的存在だった。同じ靴は二度と履かないなど、イケイケな発言があったのもこの頃。まさにどこから切ってもヒップホップ、それがダボだった。人によってはまあ下品みたいなふうに思われるぐらいのトゥーマッチなキャラでいたんで、役者かっこよくこれ演じきろうっていう思ってたんですよ、デフジャムの時は特に。ダボのヒップホップの原点は意外なところにあった。
最初にアメリカのラップ聞いてガーンってかっこいい、まあもう超アホな言い方すると子供からしたら、中学生のところからしたら黒人かっけえなんですよね。黒人超かっけえみたいなクラブがディスコがダンスがで深夜番組とかダンス番組が始まって、僕田舎っ子なんで一番のうわ六本木みたいな、六本木のディスコで肌真っ黒な人たちが、お兄さんたちがおバカさんよく見てみな俺の背後気づかねえ、さすここまるで水これ鈍感なバチ当たりワクワクダハウショー。そのダンスブームだけどダンス踊ろうっていう気には全くなれず、当時のヒエラルキーダンサー一番かっこいい、 DJ ダンサーを踊らせる DJ 二番目にかっこいいつって、もうはるか下にあのラッパーとかがいるんですよね。お金一銭もかかんないし、あの俺ラッパーになるってなって始まったんですよ俺の、 あの B-Boy ライフが。ラップの虜となったダボ少年はヒップホップに近づきたいという理由から東京の高校に進学、渋谷を奉公しつつ見よう見まねでリリックをしたためる日々を過ごす。サザン大好きで、あと桑田さんの歌詞変だから、あの変だしエロいし、あのまあすごいヒップホップのなんかラップのリリックとかとなんか近いところがあるんですよね。言葉に響きに重きを置いたりとか、まあ韻もよく踏むし桑田さんはみたいなので多分培われたような気がするんですけど、あとまあ僕普通の本を読むんで、言葉とか歌とかリズムとかそういうことに関してはあの割となんかできるなと思ったんですよ。リリックはたまる一方、歌わせてくれるクラブに飛び入りでラップする日々、そんなダボに運命的出会いが訪れる。ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド8人の MC、 ニトロについてダボはすっごい仲いいんですよ。ニトロは保育園みたいな感じですね。子供の集まりですね集まるともっと子供になってっちゃうみたいな、困った集団ですよ扱いにくいです僕の青春のヒップホップ友達ですって感じ。あの一番多感で一番みんな貧乏な時に一番つるんで一緒にライブして一緒にイベントやって客が入んねえのに。しばらく活動を休止していたニトロだが2019年に復活、そのカリスマ性は健在だった。分の1の資格持ちマイク担当2つ聞いと申す、yes. お耳を拝借、いやでも聞かせて昇格ハイジャック、 Ayo pump up the volume 皆のシューヘッズのみならずこの仕事を鳴らすゴロツキスタンス、まだ序の口さだってやつらいワークオール新人さ、名前気盛り終わらない反抗期25の夜握る缶コーヒー、yeah. フニャチン MC's お黙り2つ聞いのマイクお分かり、お前がフォンから調子はどうだいくぜ百戦錬磨のフローが甘いよ My よビートマダファクマックスナイトのマイクフォンアンダーランサイよ、お前がフォンから調子はどうだいくぜ百戦錬磨のフローが甘いよ。8つの個性のぶつかり合いは日本語ラップの金字塔を打ち立てたとも言える。今みたいくそのステージがいっぱいあるフリースタイルバトルがある大きいバトル出りゃな、今でも1000万とかさあるわけじゃないですか。でもモテるじゃないですか。もちろんラップすりゃモテる儲かるって今みんな思ってるんですよ多分。でもモテなくてもお金にならなくても君青春時代にそれ選んだかいって俺は思う。でそれはいい悪いじゃない、時代が違うから。ただ僕たちはやったんすよね。本当にどうでもよかった。モテるとか金になるとか。まさに24時間ヒップホップ漬けの毎日。そしてダボはデフジャムジャパン契約という夢をつかんだ。おい、こらこらその手を。彼独特のラップはヘッズの心をつかみ快進撃を続けたのだ。逆れ生ゴミを口にファスナー、俺の霊光に手を出すな。
分かりますな。自分の得意とすることが武器とできるならば人ってかっこよくなれるよって思ったんですよね。俺がどんなにイケてるか今からお前らに教えてやるよっていう、こういう態度で入れる、はい、それを僕はなんか若者の夢じゃないですけど、あの時期一定の世代にそれを俺は見せつけたと思ってるっすね。ソーシャルオーダーこのまま見ときな流派 R。 レクサスグッチですかね。2000年代の日本語ラップ見してやるよってやれたと思うんです。自分がデフジャムジャパンの 人間つかアーティストとして、で、ああこいつのラップ超やばいねって多分分からしたと思うんです、あの一曲で。文字通りオスナオスナの大盛況、現場は拍手喝采。私が言わんとしてることはですね、二十歳の男より三十の男の方がかっこいいに決まってんじゃんっていうことだね。なんで大人がモテるかっていうのを俺はこの CD でお前に教えてあげよう。うん、リハール。30代になってもそのラップに進化と変化を加えながらダボは走り続けた。ところがある払拭しがたい思いが頭をもたげる。果たしてこのままでいいのだろうか。そうこうしてるうちにだんだん物質主義な自分のリリックとかってどうなんだろうなみたいな。で、自分さえ良ければ、自分たちさえ良ければいい、自分たちさえ楽しければっていう思考も一旦やめようっていうモードになっていくんです、2005、6年ぐらいから。震災が結構大きくて、東日本大震災が。震災で家が流されちゃった人とか避難している人たちとかに、心折れている人たちに送れる曲が俺には一曲もない。肩抱いてほしい人とか背中さすってほしいような人に送れる曲が俺は一個も作ってねえじゃないかと思って。ダボは走るのをやめた。いや、今までのように走れなくなったのだ。そんなある時転機が訪れる。それは子供できると、子供の対する気持ち、愛はですね、嘘じゃないかな。これ曲にもなるですね。そういうことをしたことないな、この感覚は初めてだなと思うんですけど、俺が歌えるトピックに子供のことが加わったみたいな、てててててててみたいな感じだったんですよね。まあ落ちる日もある、濡らした瞳閉じる日もある、ここぞの場面閉じる日もある、寝床で見ようよじる日もある、一も二もなく人間だもの。今 EP 作ってるんですけど、曲作ってもね、ヒップホップっていう単語はリリックで出てこない。なかなかヒップホップで鎧っすよ、かっこいい。でも鎧脱がないと隅々まで届かないと思うんです。ドアを開けてるんですよ、入ってくる人に。いろんな人がいろんなドアから入ってきてほしい曲に。ヒップホップの鎧を脱ぐ。
今年の夏一味違うダボが聞けそうな。ダボは語る。最近ではオールドスクールベテランと言われるが、やっぱり日本一ラップがうまいやつ、かっこいいやつと言われたい。どんな職業でも結局たどり着くところって一つしかないんですよ。山登るルートがいくつかあって、どのルートで行ったかみたいな話で、頂上に立った時に多分みんな同じこと思うっす。まだ高い山あるわ、あそこに行って。これはなんかどんな職業でも一緒だと思う。僕はたまたまラップでそれを思ったし、なんとなく30歳ぐらいでラップやめんのかな、大人だしって思ってたけど、僕もうすぐ50になるのにまだなんか地方とかでラップできるし、そんなもん感謝しかないですよね。何ですか、リスペクトと愛です。はい。